そしてもう一軒は吹田市つくも台にあります寿司禅。店内はゆったり落ち着いた雰囲気で、お寿司はもちろんサイドメニューも充実しており、ファミリーでお寿司を楽しむのにおすすめのお店。今回はこちら寿司コースをいただきます。こちらまず突き出し2品ですね。菜の花のおひたし、そしてスルメイカのおきづけ、そしてこちら立派な、これがガシラの煮つけですね。そしてこちら春野菜の天ぷら、そしてこちらが上握りです。これはもう豪華絢爛ですね。煮つけからねいただいてみたいと思います。もう身がもう見るからにプリンとしてて美味しそうですね。うおー、これください。ちょっといただきます。うん、めっさうまい。上品な味わいで、身がねほんとプリンプリンというか歯ごたえがあって美味しいですね。続きまして春野菜の天ぷらをいただいてみたいと思います。でちょっとこの小ごみですね、小ごみをこのね色鮮やかなお塩につけていただきます。これは美味しい。やっぱ春野菜なんで、この少しね苦味もあるんですよ。でもそれがめっちゃうまい。これはいいですね。では早速このね上握りいただいてみたいと思います。本マグロ、めっちゃいい色してますね。少しね醤油につけていただきます。なんちゅう柔らかさなんですか。これは口の中でパッと溶けてものすごい美味しいです。ちょっといいですか、この貝好きなんでこの鶏貝もいただきます。あとですね、うん、これですよ、この歯ごたえですよ。めっちゃうまいですね。僕は今日こちらのコースをいただいたんですけども、こちら寿司コースはなんと3000円からご用意していただけるらしいですので、そちらの方を楽しみに食べに来てください。寿司が本当美味しいので、こちらの上握りぜひこの禅に食べに来てください。いやーめっちゃうまかった。まず1軒目に訪れた七尾、こちらのね一品一品どの料理も美味しいですし、もちろん日本酒にもちょっとね合うんですよ。そしてなんとお昼のランチメニューもご用意しておりますので、そちらの方も楽しみに足を運んでくださいね。そして2軒目の寿司禅、あちらのですねコースメニューをいただいたんですけども、なんとお寿司ではですね肉巻きがおすすめなんですよ。そしてびっくりすることに、カラオケ、ビリヤードができるお部屋もご用意しておりますので、ファミリーでねみんなで行って楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ今回ご紹介した2軒のお店はですね、シティライフのホームページか小神田さんのブログ、もしくは武田バーベキューのブログに詳しく載っておりますので、そちらの方をご覧になってくださいね。いやー今回もめっさうまかったな。いやめっさうまそうでしたね。しかも、うん、何あのお寿司屋さん、ね、ビリヤード、すごいですねでカラオケもできて、うん、なんかねなんて言うでしょう、めちゃくちゃ広いらしいですよ、うん、それこそあのお寿司屋さんも1日入れる感じですか。いやほんまそうですね、法事とかに使えるんじゃないですか。そうですね、おじいちゃんおばあちゃんとカラオケして、ね、ちゃんとねメニューに値段がちゃんと載ってたんで、はい、お寿司となるとちょっとね敷居が高いような感じがしますけれども、団体さんで行っても大丈夫かなっていう、うん、大丈夫ですね、感じがしますね、はい、で1軒目の立ち飲み屋七尾さん、うん、バーベキュー君ね、うん、なんか立ち姿がなんかまだ慣れてないから、ね、そう様になってないですよね。立ち飲み屋ってこうダークダックスになってこうみんなこうねそう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 ね、バーベキュー君もなんか給食スタイルそうそうガッツリ、あそこの立ち飲み屋さんって、うん、料理もなんて言うんでしょうか、
すごく手間暇がかかっててね、おしゃれ。そう、あの一品一品の盛り付けもおしゃれだし、あの大好物のホタルイカ ね、なんかね、ちょこちょこつまむのには最高に、ね、いいお店でございましたけれども、はい、女性も行きたいお店、はい、グルメブロガーさんおすすめのお店をご紹介しました。はい。